ボスコタワー松島は大韓民国院長広域市の臨海開発地域、松島新都市にある68階建ての超高層ビル。2006年7月に着工、2011年に主な構造が完成していたが、設計に当たったコーンペダーセンフォックスによれば、不況による財政上の理由から内装工事は当分保留とされ、 その3年後の2014年7月に竣工式が行われた。当時は北東アジア貿易タワーと呼ばれ、韓国で2011年まで最高層だったマンション、サムスンタワーパレスさん、その後最高層の座を奪ったフザン、ヘウンデのマンション、ヘウンデトさんウィーブザ・ゼニスタワー A 胸をしのぎ、完成した時は韓国最高層のビルだった。 2014年にポスコグループの中核商社、ポスコインターナショナルが本社入居用途で、投資2017年10月にポスコタワー松島と解消。松島新都市のランドマークとして計画された、このビルは6階から24階がクラス A のオフィスフロア、25階から36階がホテル。 37階から62階が高級マンション200個分、63階から65階には、レストランと韓国で最も高いビル展望台が予定されたが、ソウル特別市及び、不山広域市の新築超高層ビルに抜かれた。近傍には、シェラトン松島ホテルや、国際会議場、松島コンベンシアなどがある。ありがとうございます。